日本の政治家。自民党衆議院議員、第62代衆議院議長。自民党では、大野万博船田中派に属した後に、無派閥。福井県出身。東京府立山中、一校を経て、1927年、東京帝国大学法学部仏法科卒業。同盟通信記者を経て、衆議院議員に、通産大臣、自治大臣。 法務大臣などを歴任した。通産大臣時代には、小説、官僚たちの夏に描かれた、今井義恵と、佐橋茂との間の事務時間人事構想に介入し、存在感を見せつけたこともある。自治大臣在任中、1975年1月21日、参議院決算委員会で、私は、市川さんほど国民を尊敬していないと述べたため、 野党の反発を招き、発言の取り消しを要求された。このため、当該発言を取り消して陳謝した。法務大臣在任中に、脱下日光機ハイジャック事件が発生、神谷久尾検事総長らとともに、犯人釈放に断固反対したが、福田岳夫首相の長方期的措置方針に逆らえず、犯人側の要求に屈する形で交流中の、日本赤軍メンバーを釈放。 周囲の遺留を振り切って、大臣を隕石辞任した。姫百合の当事検事の自治大臣権国家、公安委員会委員長を務める。三木武雄首相以下、三木内閣の閣僚らが、事件前には、楽観論に基づき警備辞任を削減した後、いざ事件が起こると警備責任者だった、笹厚雪を叱責したのに対し、皇太子秋人親郎夫妻の無事を聞いた福田は、 よかったなあ、サ佐くんは、最初から、火炎瓶が飛ぶって言ってたもんなと安堵したという。後に佐ザは福田を、頭の中で、最悪の地獄図を想定していた、危機管理のリーダーの理想と表している。北陸新幹線のルート、工事区間が発表された時、その案は、福井駅までであったが、一夜明けると唐突に、南越駅まで伸びていた。 これは、元々の折衝では、南越駅までの案となっていたのが、福田の知らぬところで、福井駅までの案に削減されていたため、福田がその夜、担当者らを怒鳴りつけ、翌朝こっそりと急遽変更となったと伝えられた。1980年7月、第62代衆議院議長に就任。ロッキード事件で、田中角栄元首相に一審有罪判決が出た際、野党が、 田中角栄議員辞職勧告決議条件を強行に、求め国会が空転。福田は、衆議院議長として、木村睦夫さん議員議長と連名で、政府重要法案の審議促進を条件に、解散総選挙を行う圧戦案を与野党に提示。与野党が合意したため、衆議院解散となった。消費税法案が、国会採決された際、 自民党長老であった福田は反対に投票を。かつ成立後に自民党を単独離党する。選挙区民に消費税導入はないと説明していたのに、示しがつかない。有権者を裏切ることはできない。これは自民党が自分を裏切ったのであるという理由からである。慌てた自民党は首相や首相経験者、党幹部、派閥会長などを派遣し、 説得に努めたが、福田は、ガンとして聞かなかった。政界引退後、選挙基盤の講演会の一部が娘向こうを擁立しようとしたが、福田自身は、政治は世襲ではないと言い放ち、全く応援をしなかった。選挙対策側は、福田の一の字を織り込んだポスターを作成するなど苦心したが、 有力な講演者や一般の有権者らも福田に同調したため、娘婿は落選した。地元ではピンさんと呼ばれ敬愛されていた。ありがとうございます。